道家市場だ。こっちのはずだな。やそさせ。くそ。行け行け行け。やつはこの辺りにいる。油断するな。それはお前の首だ。それはお前の首だ。オーケー、あとは黒いを探すだけだ。ナイスパーキング。
結局いつも私が尻拭いよね。まあ拭う価値のあるケツだろ。あら、ポケットに入ってるのは古代チベットの黄金と。いや、お前に会えて興奮してるだけだ。うん、おい、これが全ての鍵なわけね。その通り。マルコ・ポーロのパスポートだ、シャングリラへの。これでどうするの？ああ、それはこれから考えるんだ。とにかくラザレビッチもこれがなければ何もできない。彼を見くびらない方がいいわ。あいつとフリンはこの街をめちゃくちゃにした。ジーンだって片っ端から潰しているはず。この先どうするつもり？ネイト、ああ、そういうのやめてくれない？これを見ろ、このマーク。何？同じだ。確かに似てるわね。だから何？マルコ・ポーロはこうやって次の手がかりを見つけた。探してる寺院にはこのマークがついてるはずだ。つまりそんな寺院を見つければいい。分かってる？寺院なんて何百もあるのよ、この町中に散らばって。だから見晴らしのいい高台を探せばいい。そうすればあっという間に見つかるだろ。近くにホテルがあるけど。クロエ、そんな時間はないよ。この町で一番背が高い建物なの。だよな。もちろん行ってみよう。すごくいい考えだ。ついてきて。はい。全然ダメ、鍵がかかってる。待ってろ、別の道があるか探してくる。おい、ここからホテルが見えるぞ。ええ、あと少しで着くわ。下がってろ。援護するわ。
島に届きそう。おい、そのケツの上に座ってるともったいない。どうぞ、私はあなたに何もしないなんて言わないで。なこい、こっちだ。行け。オッケー。行け、早く。爪が汚れないことを祈る。なんてジェントルマン。死んでないからちゃんとお願いしなさいよ。ナウシコムゼ。